ようこそクソポスターギャラリーへ。館長の加納一馬です。このギャラリーではクソみたいに出来の悪いポスター、通称クソポスを展示しております。本日も素晴らしいクソポスご紹介していきたいと思います。この企画はですね、以前何度かやったんですけども、その時にはまあ全く再生回数が伸びず、これはまあ失敗企画なのかななんて思っていたんですが、ブログのコメントにですね、クソポスターギャラリー面白かったですなんてそんなコメントがあったんでね、即座に復活しました。軽い男ですね。軽いアライグマです。軽いアライグマ、何を言ってるんでしょうかね、よくわかりません。はい、それでは本題に戻りましょう。それでは本日のクソポス、こちらです。どうぞ。こちらは2014年に公開されたクローズシリーズ3作目、クローズエクスプロードのポスターです。もう男たちがもう胸元やら襟やらをね掴み合って、もうくんずほぐれつの、もうなんてね、いい、もう男らしい、すごいいいポスターじゃないですか。僕もね、これはもうほんとすごい素晴らしい、普通にいいポスターだななんて思ったんですが、とあるものを見て、あって思ったんですよ。なぜそんなあって思ったか、それをねまずご覧ください。どうぞ。あって思ったんですね。こちらを見て、並べてみましょうか。はい、こんな感じです。そうなんですね、パクリなんですね、こちらのポスターはチャーリー・ハナム、ロン・パールマンが出演したサンズ・オブ・アナーキーという海外ドラマのポスターなんですね。でこのポスターは2013年に放送されたシーズン6のポスターアートなんですよ、僕が調べた限りだと。なので、2014年にクローズ・エクスプロードが公開されたということなので、どちらがパクったのかはまあさっぱりわかりませんね、どっちなんでしょうね、全然わかりません。しかしですね、この、サンズ・オブ・アナーキーというのはバイカーギャング集団のお話なんですよ。その不良上がりの、そのバイクにまたがったヤクザたちのお話なので、クローズ・エクスプロードもね、その不良たちのお話なので、そのオマージュという言い方もかです。本日のクソポスいかがだったでしょうか。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それではまたのお越しをお待ちしております。